オマル・シャリーフ、1932年4月10日から2015年7月10日は、アラブ人でエジプト出身の俳優。英語読みで、オマー・シャリフとも表記される。エジプトの裕福な材木賞の家庭に生まれ、少年時代はアラブ圏や東欧の王族の子弟も通った、アレクサンドリアのビクトリア・カレッジで勉学に励んだ。当時のクラスメートには、エドワード・サイードがいた。 カイロ大学では数学を専攻していたが、卒業後はイギリスへ留学し、ロンドンの王立演劇アカデミーで演技を学ぶ。帰国後1955年に、エジプト映画、砂漠の悪魔でデビュー。アラブ映画界の人気を確実なものにする。1962年に、アラビアのロレンスのベドウィン族長アリを演じ、ハリウッドデビュー。アカデミー助演団優勝候補にもなり、 一躍知名度を上げ国際俳優になる。その後、ドクトルジバゴや、歌方の恋、華麗なる、相続人など著名な出演作が続いたが、1980年代は映画から遠ざかっていた。2003年に、イブラヒムおじさんとコーランの花たちで、セザール賞最優秀男優賞受賞。同年ベネツヤ国際映画祭栄誉金志賞を受賞した。 オーシャン・オブ・ファイヤーなどにも出演し、俳優として再活動している。2015年7月10日、心臓発作のため回路で死去。83歳ボーツ。アラビア語以外にも、英語とフランス語、ギリシャ語を話すことができる。世界選手権に出るほどのコントラクトブリッジの腕前で、本も何冊か書いている。しかし、2006年には、すでにゲームはやめたと語っている。 場所でもあり、勝負服のデザインはピンク地に黒の横三本輪。外旋文賞当日のロンシャン競馬場や夏競馬開催時のドービル競馬場の常連セレブリティであった。両親がシリア系レバロン出身で宗教はローマカトリック。俳優としてデビューした1955年にエジプト人女優でアラブ映画の貴婦人として知られたファーティンハママと結婚。 浜間との結婚のために、キリスト教からイスラム教に改修した。その後、1966年にハリウッド進出のため離婚。ありがとうございます。